トゥーハート277回目、姫ゆりサンゴちゃんルリちゃんルートでございます。とんでもない始まり方をした、ほんととんでもなかった双子ルートなんですけども、もう片方は攻略したようなもんですから、サンゴちゃんはもう注意しちゃいましたから、4月13日火曜日でございます。続きいきましょう。うん、眠れなかった。若さって残酷。もう意識しちゃってしょうがないから初めてのキッスで。あ、好み具合悪そうだけど、考えたら好みと同い年か、姫ゆり姉妹は。あ、いや、ちょっと、あ、何好みにまで過剰反応しちゃってるんだよ。クールになれ、クールに。あの子だって迷惑かけたお詫びだって言ってたじゃないか。つまりあんな気持ちいいじゃなくて気持ち悪い。いや、自分に嘘をついて自分を正当化するんじゃない。かっこ悪いぞ。ともかくあの子とはもう金輪際関わりに合いになることもないはず。つまりフリーダム、自由民主主義万歳。あ俺は嫌な視線を感じて反射的にそっちを見てしまった。そうだよね、だってここで初めて出会ったんだもんね。いるでしょそりゃ。あれ違った玉姉だった。なんか企んでる目。遠い昔ああいう表情をした玉姉にどんなひどい目に遭わされたことか。っていうかそうだよ、強姦疑惑が晴れてねまだ強姦魔だと思われてる玉姉。なんだよそのいやらしい顔は、女にモテないぞ。あら、お姉様にそんなこと言いますか。うわ、やめろよ。玉姉はガシッと俺の頭を小脇に抱えるとキリキリと締め上げた。何その羨ましい技おっぱいが、おっぱいがさ。悲しいわね男って、女ができちゃうともう私や好みはお払い箱なんだから。え、なんで玉姉がそんなこと。まさかユージのやつそうだよね、だって注意した時ユージいたもんね。あれほど誰にも言うなって言ったのに。できちゃったって、おできを取っちゃったの。わー、好み可愛らしいね、そのままの好みでいてほしいね。汚れてね、この子は汚れてね俺もたまねえも心の中でため息をついた好みは本当にいい子ね、いつまでたっても。本当ヤンバルクイナよりも貴重だよな好みって。じゃあできちゃったって。高ぼったらね説明しなくてよろしい。学校でわあわあわあ俺はたまねえの腕を振りほどくと力の限り声を出し、手を振って好みを遠ざけようとする。興味津々に身を乗り出した好みの耳を塞ぐことはかなわず、タマネーはきっぱりと言ってしまった。キスされたの、女の子に。タマネー。俺は今度はタマネーに詰め寄ったけど、タマネーはひらりと身をかわし、好みの耳元でささやく。高坊ってエッチよねその言い方してるお前の方がエッチだけどな。高くんが。違う、あれは不可抗力だ、望んだ結果じゃなかったんだ。じゃあ何がお好みの結果だったの。行き着くところまで行くつもりだったんじゃないですかね行き着くところ。そんなことしたなら兄弟の縁を切るわよ。僕とあなた様は実でも義理でもありません、お姉様。好みはまだどういうことなのか理解できないのか呆然とこっちを見つめている。どうやらこのまま隠しておくなんてできそうにない。俺は玉ねが誤った情報を振りまく前に一気にまくし立てる決意を固めた。あれは好みは玉ねえが考えてるようなことじゃないんだよ、ただのお礼だよお礼。ロシア人の挨拶と同じお礼。女の子が歩けないって言うからおぶってあげただけで、そしたらお礼っていうかそのキスされたんだよ、それだけなんだ。ロマンスは。ロマンス玉ねえは俺が喋り終わると素早く突っ込んでくる。俺はそれに無然として答えた。あるわけないだろう、おんぶしてあげただけで恋が始まるなんて漫画みたいな展開あるはず。そう、あるはずない。そんな些細なことで好きとか言ってくる純情というか思い込みの激しい女の子なんているはずない。だっておかしいじゃないか、おんぶだけで恋が芽生えるなら世界中でおんぶブームだよ。だけどメソポタミアに文明が起こって以来今日に至るまでおんぶブームがあったなんて聞いたことがない。つまりおんぶするイコール恋が芽生えるなんていう事実はないということが論理的に証明できるはずなんだ。だからあれは特に意味がない、ただの。そこまで思考が巡った時、背筋がゾクゾクっとする感触に見舞われた。いや、これ来るでしょ、本人登場でしょ。来る、この感触は。いや、もうそれお気に入りだなどこで教わったんだ。まあ橋本は一人しかいないから分かるけど、
うわいきなり背後から声をかけられた俺は青のけそりながら振り向いた。やっと会えた。ルーサンゴちゃん。ルリちゃんは一緒じゃないの？もしかしてあユージだ。高尾にキスしたのって。タマネイはユージに小さな声で尋ねる。どうかな。ユージは何も言わなかったけど、その表情はもう答えを言っているも同然だった。後でユージを殺しておこう。さらっと怖いこと言うな。後でユージを殺しておこうじゃねえよ。地球のためにならない。とりあえずセジャチャって問題なのはユージじゃない、サンゴちゃんだ。そりゃ通学路なんだからばったり会うこともあるだろうけど。どうしたの、こんなところで。誰かと待ち合わせ。俺は努めて冷静にサンゴちゃんに話しかけた。するとサンゴちゃんはよくぞ聞いてくれましたとばかりに元気よく俺に言った。うん、タカーキー待ってて。待っててん。誰それ。タカーキー。何タカーキー。こうのタカーキー。何年の。2年生。どこに住んでるのその人。するとその問いの答えを待たずユージはポンと肩に手を乗せていった。いい加減現実を直視しろよ。そんなことできるか。いやもう受け入れちゃえばいいじゃん、こんな可愛い女の子から好意寄せられてるなんてさ。相変わらずのこの童貞っぷりを発揮してますね、うじうじっぷりをタカリアンはね。俺サンゴちゃんのこの BGM すごい好きなんだよな、なんか癒されるわ。なんでどうして、もしかしてお礼参り。あその方がいくらかマシだったかも。そんな集まらんことせえへんよ。うち高木と一緒に学校行くんやもん。学校行ってらっしゃい。俺は力なくサンゴちゃんにバイバイと手を振った。ちゃう、高木も一緒やの。この子推しが強いね。別に一緒に行かなくてもクラスどころか学年も違うし。学年ちゃうけど学校は一緒やもん。学校って言うんだね。星名さんもそんな言い方してたっけ。いや星名さんは別に普通に言ってた気がすんな。学校なんとか見解の相違点を探ろうとするんだろうけど、するんだけどサンゴちゃんは不機嫌そうにブンブン首を振るばっかりだ。いい加減に事実を認めたら。というかルリちゃんはいないの。色男さん。たまねえルリねえ。それはトゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエットだよ。俺がたまねえを詰め寄ろうとした時、クイッと腕が引っ張り寄せられた。俺はよろけながらそちらを覗き込む。見ればサンゴちゃんが俺の握りしめた左手の拳を一生懸命開こうとしていた。穴に手繋いでいこうってこと？何してるのかな？俺はできるだけ冷静に優しくサンゴちゃんに問いかけた。するとサンゴちゃんはそりゃもう幸せそうにニパーッと微笑んでいった。手繋ぐね。手繋ぐんか？一緒に学校行くから手繋ぐね。出来上がってモテるな。きっかり3秒心臓が止まりました。なんで学校に行くのに手まで繋がないといけないの。もしかして俺を殺す気。いやもう自分でも尻滅裂だと痛だと思ったけど、もうそれしか感情が的確に言い表した言葉がなかったのだ。だって次の言葉を聞いた時、俺は確かにサンゴちゃんが俺を恨んでいるのだと確信した。ラブラブやもん。なかなか危険な子だね。ちょっと怖いね。サンゴちゃん可愛いけどちょっと怖くなってきたわ。もう付き合ってることになってんじゃん勝手に。まあでもチューしちゃったらな。くらあぶー、ご近所の冷たい視線が全身に突き刺さる。女の子は苦手なのっていうキャラだったのに、どうして一日にして強姦魔だのスケコマジだの言われなくちゃならないんですか。誰でもいいからこの非常識なシチュエーションを何とかして。俺は天に助けを求めた。その時である。こーれー、あ、来た。ルリねじゃないんだよ、ルリちゃん。サンちゃんを離せ変態。いは、声のした方を振り向いた途端にカバンが顔面に直撃し、鼻がもげるような痛みを感じた。だけどもう大丈夫だ。意識があっさりゼロに向かって急降下していくのが分かったから、もう悩むどころか思考すら無になってくれる。おなるほどな。俺はね今のところルリちゃん派なんですよね。
多分絶対 どっちが好きみたいな話にはなると思うんだよな。俺はちょっとルリちゃんいいな。ブラックアウトする意識の中、これこそが天の情け、神の実在を痛感せずにはいられなかった。痛い、痛すぎる。時間を追うごとに増える俺への視線、なんか噂になっているような。なってるなってる。そりゃ五感魔呼ばれて校内でキスしてたらな。っていうかもうこの学校で知らない奴はいないな。志保がいなくてよかったな。志保がいたらもう志保ちゃんネットワークでもう全部のクラスに知れ渡ってるとこでしたよ。ユージは全く他人事のように俺に言った。サンゴちゃんだっけ、あの子お前とのこと聞かれてラブラブと答えてるそうだ。当事者の片方が意識不明になって保健室でうなっている間にもうそんなことになっていたのか。天を見上げ立ち尽くす俺の肩をユージはポンと叩く。気使ってるように見せてるけど目が全然笑ってないぞこいつ。よかったじゃねえか、彼女できて女嫌いのくせに。そうだよな、彼女できちゃったよなこれ。ユージ、ユージの手に血管が浮かぶほど力がこぼる。僕たちの熱き友情はどこへ行ったのかな。いで、いたたたたた。この恋愛ブルジョワジーめ、てめえみたいなラブコメ野郎がこの世にいるから結婚できない不幸な男が難民と化すんだよ。このポルノ野郎ってのを思い出しましたね。なんだっけポルノ野郎って、あれか甘神か。ユージの笑顔にも明らかに青筋が入っている。こいつマジで俺を殺す気なんじゃ。死んでサンゴちゃんを俺によこせ。なんで殺すとか死ねとかそういう物騒な話題になってんだずっと。うわわわわ。ユージは俺の肩は潰れるほど握りしめ、脳みそが崩れるくらいに激しく体をシェイクする。俺はたまらず強引にユージの手を払いのけ、ユージの溝落ちに拳をめり込ませた。いい加減にしろ。軽くだけどうまい具合に入ってくれたのか、ユージはお腹を押さえながら片膝をつく。何興奮してんだお前。モテモテ君にはわかんねえよ、恋愛大貧民の気持ちはよ。高坊モテっからな。ユージはついっと顔を背け投げやりに行った。まったくユージの気持ちもよくわからない。だけどそれ以上にミステリーなこともある。そう、サンゴちゃんの気持ちだ。どうしてサンゴちゃんは俺なんか好きと言い出したんだろう。俺と彼女の接点はあの塀の出来事からおんぶまでだ。その答えとしては放課後いきなりキスして、その翌日には好きだなんて、一体何考えてんだか。女の子ってそんな簡単に人のことを好きとか言い出すものなのか。するとユージはさっきとは打って変わって真面目な顔をしてため息を一つすると諭すように俺に言った。そんなもんだって、女ってのはつまらないことで大喜びするもんさ。お前にとってはつまらないことでも彼女には大事なことだったんだよ。ああ、まあ言い方はどう、言い方はちょっとあのぶしつけではあるけど、ユージの言ってることもそんな間違ってもないと思う。彼女にとってはこの大事なことだったんだよ。大変なところを助けてあげてさ、おんぶして学校まで行くっていう。つまらないことね、ほんとつまらない。こっちはいい迷惑なのに。俺はお前の女嫌い直すいいきっかけになると思うけどな。嫌いじゃない、苦手なだけだ。似たようなもんだろ、どこが違うんだよ。姉貴や好み以外の女から逃げ回って。だけどどうしても嫌ってんならはっきりサンゴちゃんに言った方がいいぜ。別に嫌いとかじゃなくても付き合う気がないとかさ。そうかな、時間が経てばこじれるだけじゃねえか。そうだね、周りもサンゴちゃんも誤解しっぱなしで気づいたら結納ってこともありえるぞ。あのな、そう俺は言ったものの、ユージの言っていることは正しい。実際状況を正しく理解できていない俺やユージ以外の人間は好みや玉ねえに至るまである種の誤解をしている。それに俺は女の子が苦手なだけで嫌いってわけじゃない。ほんのわずかかもしれないけど恋愛とかそんなことに興味がある。そしてそれは人にとって大事なものだと思う。大人めちくと言われるかもしれないけど、俺もサンゴちゃんもそういうのってここじゃない、もっと別のところであるんだと信じたかった。わかった、放課後彼女探してきっちりけじめつけるよ。ようやく踏ん切りがついたか。ならいいこと教えてやろう。サンゴちゃんは放課後は大抵コンピューター室にいるそうだ。なんでその情報をお前が知ってんだよ。コンピューター室？いい情報だったろ。俺も知ってたけどな、ルーコルートだったりサーリアンルートでいたから知ってたけどな。
ユージにしてはな、手回しが良すぎだ。その代わりユージは慣れ慣れしく俺の肩を抱くと俺の耳にささやくように言った。サンゴちゃんに俺のこと売り込んでくれよ結局そういうオチか。ダメだよ、お前はサンゴちゃんもユリちゃんじゃない、サンゴちゃんもルリちゃんも渡さねえよ。お前にはコンピューター室か。放課後俺はユージに教えてもらった情報を信じてコンピューター室に向かった。もちろん目的はそこにいるサンゴちゃんと話をして二人の関係をはっきりさせようということだ。それにしてもコンピューター室って一体そんなところでサンゴちゃんは何をしているんだろう。ユージの口ぶりじゃ前からそこにいるのが当然だったみたいな感じだったけど、ちなみにコンピューター室は本年度から新設された新しい特別教室。そうだよ、コンピューター室のコンピューターのあれだよ、 USB じゃなくてなんだっけ、LANケーブルだ。LANケーブル頑張って引いたんだから、サーリアンと2月になって思い立ったが、ケジズとばかりに教室を改装して作ったって聞いている。だから教室自体は先月からあったんだけど、実際に使ったことはまだ一度もない。もちろん今までだってコンピューターの置いてある教室というのはあった。でも空き教室にパソコンを並べただけの上、古いし数も足りないし、とてもじゃないけど使えたものじゃなかった。それを思い切って教室ごと大改装、最新型のパソコンを一括導入したのがコンピューター室ってわけだ。ネットにもつながるって話で一部じゃすごく期待されてたんだけど、壊されたくないのか、危ないことに使われたくないのか、普段はがっちり鍵がかかっていることが多い。部活でもまだどこの部も常用していない。そんなコンピューター室にいる姫ゆりサンゴって女の子、考えれば考えるほどよくわからない組み合わせだった。一体何をしてたんだろう。ここだな。コンピューター室には実にあっさりたどり着く。別に使ったことないだけで、場所は知らないわけでもない。俺は扉を前にして大きく深呼吸をした。問題はここからだ。これからしようとする話はあまり嬉しい話じゃない。要は交際を断ろうってわけなんだから、場合によっては女の子に泣かれてしまうかもしれない。でもけじめはつけないといけないのだ。女の子はかわいそうだからって曖昧なままにしちゃいけない。そのためにも気合を入れておかないと。呼吸を整えると礼儀として軽くノックをして、中からの答えを待たずにそっと扉を開けた。ランケーブルに絡まってるサーリアンはいませんかものすごい角度で絡まってるサーリアン、失礼します。シンとした教室になんとなく気遅れした俺は、そんなセリフを口にしつつ恐る恐る教室に足を踏み入れた。なんかもう気合ゲージが減っている気がするけど、俺は引き返すことなく教室のさらに奥へと足を進め、ぐるりと教室を見回した。どこにいるんだろう。静かすぎて誰もいない気がすると、いきなり静まり返った教室にこだまするくらいの大きな声が響き渡った。中秋やおったな本人。うわわ、急に飛び出してきた女の子に不意をつかれ、あっさり腕に抱きつかれると、そのままの勢いでぐるぐるっと体が回ってしまう。あ、オープニングムービーのように、オープニングムービーでね、オープニングアニメーションで踊ってんだよね、姫より姉妹ね、あれいいよね。よろけてこけそうになるのをなんとか踏みとどまると、やっぱりそこにはあのふわふわっとしたとろけるような笑顔が目の前にあった。サンゴちゃん、一瞬のまあなんだよ一瞬気まずかったわお前、ルー早めに言ってくれ早めのルーをくれ。サンゴちゃんはやっぱり万歳をすると不思議の国の挨拶を返した。ルー、ついつられて俺もそう挨拶を返してしまう。こらこらこら、気合はどうした、気合は、ペース引きずられてるぞ。俺慌ててサンゴちゃんと距離を置くと話を切り出す体勢を整えた。よし行くぞ、今日は大事な話。見学なめっちゃ聞いてくるやん。しかし俺が言い終わるより前にサンゴちゃんからさらに勢いよく言葉が飛び出して、俺の言葉は後に続かなかった。何言うつもりだったっけと頭の中の台本のページをめくっているうちに、サンゴちゃんは俺の腕を掴んでトトトーと1台のパソコンの前まで連れていく。完全にサンゴちゃんペースだ。ああ何やってんだ俺、とうとう自分を責めるも逃したタイミングはどうしようもない。そう自分を責めるも逃したタイミングはどうしようもない。いきなりがっくり来てしまう。本当女の子を前にするとうまくいかない。はあ本当に俺って自己嫌悪かける3。わあかわいいかわいい、何これ、飴とかぬいぐるみとか
あれこれクマチューじゃねえの、左にいるの。違う、あかりと同じぬいぐるみの気がするけど違うかな。こんなん持ってたよね、クマチュー。おー、わ、かわいいな、サンゴちゃん。サンゴちゃんの CG これで3枚目だけど、ルリちゃんまだ1枚も出てきてない。何この双子格差、異様にサンゴちゃん押してくるじゃん。へえ、クマ気になるな。鳥とこの右にいるやつは分かんないけど、サンゴちゃん。すっかりこっちのペースを乱されてしまったままパソコンの前に座ったサンゴちゃんを見やる。サンゴちゃんのパソコンの周りはぬいぐるみがいっぱい、そこだけやけにファンシー。どうやら完全に私物化しているらしい。いいのかなそれって。だいたいサンゴちゃんはこれから俺に何を見せるつもりなんだろう。今は今流行りのネットゲームとか、でもそういうのって興味がないと面白くない。本人はすっごく白熱してるんだけど。これ当時2004年、ファンサスタシーオンラインじゃない、言えてない。違う、なんとなくどうでもいい気分。すっかり敗戦ムードで、いつ別れ話を切り出すかよりいつ逃走しようかという方向に考えがまとまりつつある中、俺は信じられないものを見た。いや、見えなかった。え？キーボードに置かれたサンゴちゃんの手が一瞬消えてしまう。いや、あまりにも早くてぼんやり見ていた俺にはいきなり消えたように見えたのだ。サンゴちゃんが信じられないスピードでキーボードを叩くと、次々とモニターにウィンドウが現れ画面を埋め尽くした。かっこいいなぁ。あっけに取られている間にもサンゴちゃんの指は軽やかに跳ねる。見ていると一度もマウスに触れることなく、ありとあらゆる作業がこなされていくように見えた。あのトローンとしたサンゴちゃんからは想像もできない光景だった。本当に君サンゴちゃん、実は三つ子とか。うちの妹はルリちゃんだけやけど。はあ、そう受け答えしている間にも作業は次々進む。よそ見しているのに手だけは滞りなく動いている。エラーのメッセージなんて一つだって出やしない。アルファベットの羅列、何かのグラフ、育難学的な模様がモニターに浮かんでは消えていく。何かとてつもないプログラム、それを操作しているのだということだけはパソコンにさほど詳しくない俺にも分かった。すごいやろ、これうちの新作やね。新作ゲーム作るのこの子。はあ、サンゴちゃんはさも嬉しそうに新作というプログラムを見せてるつもりなんだと思う。ゲームというわけじゃないか、よくわからないけど。とにかくキーボードさばきに圧倒されたものの、かろうじて間の抜けた返事をすることだけはできた。で、これって何のソフトなの？いや、ここまで来てそれとなく聞くなんてとは思ったけど、なんとなく興味はあった。ゲームかなんかなんだろうか。するとサンゴちゃんは今更な質問にも気分を害した様子もなく、むしろニパーッと笑って一言俺に答えてくれた。友達。友達。一瞬目が点になる。友達。うん、友達。友達。友達って一体どういう意味だ。何かの商品名か暗号か。全く話が見えず、頭をひねっているとツンツンと誰かが俺の脇腹をつついてきた。でもサンゴちゃんの手は2つともキーボードの上。それじゃあこのつついてくるのは、俺はつついてくる相手を見た。それはノエ。そこにはクマ、いや正確にはクマのぬいぐるみが机の上で立っていた。ルリちゃんが来たかと思ったけど、何違うの、クマのぬいぐるみが動き出したってこと。そう、立っていたのだ。俺の絶叫に反応するかのようにパソコンの周りに転がっていたと思っていたぬいぐるみのいくつかが俺の方に視線を向けてくる。これってもしかして、うちとルリちゃんの友達。クマ動くんだ。友達。俺はぬいぐるみ軍団を見やる。クマと鳥はわかるんだけどさ、右下のこの青いのなんだろうな、なんだろう。いくつかは本物のぬいぐるみのようだけど、大半のぬいぐるみたちは顔を互いに見合わせて何かひそひそ話をするようなポーズをとったり、熱心にモニターを見つめたり、バンザーイとこっちに挨拶したり、ルーってやってんじゃないの。一瞬何事かと思ったけど、だんだんトリックが分かってくる。
そう、これはみんなロボットなんだ。ロボットっていうワードが出てきましたか。じゃあやっぱ絶対ここでメイドロボ関連の話出てくるよ。昔からあるトイロボットの一種だろう。でさっきサンゴちゃんが見せたプログラムというのがこのぬいぐるみロボットを動かすプログラムに違いない。これみんなサンゴちゃんが、うん、友達100人作るねぬいぐるみ100体作るってことやな。確かに作ってるけど、確か なんかそれって違うような。でもよくできてはいる。よくわからないけど素人がここまでのものを作るなんてちょっとしたものなんじゃないだろうか。俺はいろいろ見たくなって熊吉かっこ仮名を持ち上げてひっくり返そうとしたんだけど、え、熊吉がひょいっと俺の腕に抱きつくような格好をしたかと思うと手首に激痛が走った。いた。もうあとは声にならない。ただただその激痛にパニック状態に陥ってブンブン腕を振り回すしかできない。何が起こったのか理解できなかったのか、その光景を口をあんぐりして見ていたサンゴちゃんがようやくどうなっているのか気づいて熊吉に呼びかける。みっちゃん、新しい友達いじめたらあかんよ。熊吉でしょ。みっちゃん、身の身要素どこにあるのするとみっちゃんと呼ばれた熊のぬいぐるみはひょいっと飛び降りるとトテトテーとサンゴの足元に走り寄る。今のは一体、今の行為コンピューターの暴走にしか見えなかったけど、ごめんなみっちゃん、怒りっぽいから。いやもう自我を持ってるやんこの AI 怒りっぽい。その言葉に俺はギョッとした。普通トイロボットやコンパニオンロボットには擬似的な感情プログラムが組み込まれていることが多いけど、怒りと怒りという感情は付加されていない。せいぜい不機嫌レベルだ。なぜなら怒りという感情の爆発は使用者である人間に危害を与えてしまう可能性がある。だからロボットは怒らないのだというのを本か何かで読んだことがあった。なのにこのぬいぐるみは理由はわからないけど俺に対して怒ったのだ。みっちゃん、いじめはかっこ悪いで、かわいそうやろ。高明がまだ友達になったばっかやのに。みっちゃん喋んないの。あ、今自分でみっちゃん喋んないのって聞いて気づいたけど、もしかしてだけど、前回の冒頭にあった喋らないメイドロボ、サンゴちゃんが作ったんじゃないの。クルス川製というよりはサンゴ開発なんじゃない。違うかな。サンゴもこれはまずいと思ったのか熊吉を諭している。だけどなんかそれって転校生をいじめている小学生を叱る先生みたいな口調だ。すると熊吉は慌てて何か身振り手振りで伝えようとする。熊吉ってさ、あかりって熊のことなんて呼んでたっけ。なんかあかりが違うっけ。関係ないか。サンゴちゃんはちゃんと何を言っているのかわかるのか、ふんふんとうなずいたりしてみせた。一通り熊吉の申し開きを聞き終わると、サンゴちゃんは俺の方に歩いてきて、そしてペチンと軽くほっぺたを叩いた。え、軽く触れただけで痛くはないけど、これってサンゴちゃんが俺を叱っているポーズなのだということはすぐ察しがついた。高明が一番かっこ悪い。なんでやねん俺はわけがわからずまじまじとサンゴちゃんを見つめた。サンゴちゃんはプーッと俺を睨んでいった。みっちゃん、高明はスケベーや言うてる。スケベー俺何かした。だって高明女の子のおまた覗いたやんか。どういう意味やこのポルノ野郎ポルノ野郎どういうこと。女の子のおまたを覗いた。えー、いつ、どこで、誰ルートの話ですかね大体の女の子のお股は覗いてきましたけどね神に誓ってそんなもの見てません。いや、その遠い昔好みと一緒にお風呂に入って見ちゃったかもしれないけど、それは不可抗力だったし子供の頃の話なんです。気が動転しているとサンゴは被害者をひょいっと持ち上げて俺の鼻先に突きつけた。ほら、赤沖、ごめんなさいわ。え、俺の鼻先に突きつけられたのは何を隠そうあの熊吉だった。どういうもしかしてまさか熊吉って女の子だったの。衝撃の事実。いや、俺が勝手に熊吉って命名しちゃったから男だと思い込んだだけなんだけど。すると俺の先にまで
叫びでまた乙女心が傷ついたのか、熊吉かっこ女性はジタバタとサンゴちゃんの手の中で暴れた。だけどもし女の子だとしたら、あのポーズはまずかったよな。ひっくり返して股の間を見る。なるほどね、後ろなんか、ああ、やってたね。確かにすごいことやっちゃったんだね。ひっくり返してもう全部丸見えや、熊吉の熊吉が。赤明、ちゃんと謝らんとわかんね。そりゃ怒られるわ熊吉にも。あ、俺はじっと熊吉を見つめた。熊吉の表情は変わらない。外見はぬいぐるみのまんまだったから、でもなんとなく怒りのオーラを感じた気がしてきた。ロボットに感情が、そして心や魂と呼べるものがあるのかはわからない。ロボットにも心を植え付ける試みの多くは技術的な壁にぶつかって頓挫していると聞く。ロボット産業のトップランナーであるあのクルスガワエレクトロニクスですら、そのようなプロジェクトは凍結の浮き目にあったくらいなのだ。マルチ？でもそうか、マルチルートに入ってないと。あ、いやいや、というか別にそんな感情を持ったマルチなんて発売されてないのか。主人公にだけ感情ありバージョン、オリジナルバージョンが送られたっていうだけでね、そのエンディングでね。そうかそうか、そういうことなのか。だから今この世界にある感情を持つロボットの多くは、そのような反応をするように作り込んだ擬似的な感情プログラムを持つに過ぎない。熊吉だってそんなシステムの上で反射的な動きをしただけに過ぎないのかもしれないのだ。それでもごめんな、みっちゃん、ぬいぐるみに謝るなんて肌から見れば滑稽でしかなかったけど、そうした方が自分的にもスッキリするような気がした。本当は女の子でも何でもないものと次突っぱねて、後でもしかしたら本当に女の子だったかもなんて気にするより、女の子だと思って謝った方がずっといい。すると熊吉はポンポンと下げた俺の頭を叩いた。顔を上げると熊吉は手を振って何かを伝えようとしているのがわかる。なんとなくだけど、これって許してやるっていう意味なのかな。お股覗いといて優しいね、みっちゃん。熊吉かみっちゃん、どっちかに統一してくれ。そやけどみっちゃん思ったより反応ええな。みっちゃんかわいいな、このギョロッとした目がいいんだよな。うん、頭無線でつないどるからボロいかな思ったけど、全然大丈夫やん。おっちゃんにレポート書いて送ったら。え、おっちゃん、おっちゃん。あれ、なんかちょっとピンとくる人物がいますけどね。おっちゃん、文章を考えるのは不得意なのか、サンゴちゃんはさっきとは打って変わってトロトロっとおぼつかない指さばきでキーを叩いていく。だけどふと指先が止まり、サンゴちゃんは俺の方に視線を向け、すでに見慣れたトロトロ笑顔を俺に見せた。どないしたん？いや、そのサンゴちゃんはちょこんと首をかしげる。どうやら気づいてはいないらしい。いや、彼女には慣れた光景で気にはなっていないのかもしれないけど、頭の上、俺は見えないと分かっているけど視線を上の方に向けた。俺の頭に幾ばくかの荷重をかけている物体が気になって仕方がないのだ。熊吉どうにかならない？あ、熊吉ってこいつじゃねえの？この左に映ってるまた別の物体なんですかね。熊吉、さっきまで俺に怒っていた熊吉が今度はどういうわけか俺の頭の上にしがみついて離れようとしないのだ。またなんかやらかしたんだろうか俺は。するとサンゴちゃんはコロコロっとした笑みを浮かべていった。みっちゃん、高明のことが気に入ったんや。あら、もうモテモテやん。ちゃんと謝ってくれたのが男らしいやて。そう、クマに男らしいって言われても、いや中身は女の子なんだけど。ラブラブや。ぬいぐるみにまでラブラブ、余計事態は悪化しているような。だけどさっきから万事この調子、和やかでメルヘンな空気が漂ってて、どうも殺伐な肌代をするには気が引ける。結果的にとはいえ、仲良くなっておきながらごめんなさいはないわけで、どうしたものか。そんな時サンゴちゃんは何かに気づいてモニターを見つめた。もうこんな時間や、早う帰らんと。ああ、俺も自分の腕時計を見る。もう下校時刻寸前だ。もうそんな時間になっていたなんて。いつもやったらルリちゃんがおるから
教えてくれるねんけどな。あれ、ルリちゃんはそう、どうしたの？ルリちゃん、サンゴちゃんの妹。そういえばここに来てから一度も現れなかった。ルリちゃんも実はロボットとかね。うわー、そうなったら怖いね。いよいよサンゴちゃんが怖いよ。自分と同じ外見のロボットを作って双子の妹にしてるって相当闇を感じますけどね。いやでもトゥーハートのことだから、そんな展開もね、あながちないとも言い切れないってのが怖いですね。またね、サンゴちゃんが俺に近づくと力ずくでそれを阻止しようとしていたイメージがあったんだけど、どうしたんだろう。こんなに至近距離で長時間一緒にいたのに、今日はもう帰ったのかな。そうやったらいいんやけど。うん、サンゴちゃんは珍しく、もしかしたら初めてかもしれない表情を見せた。ルリちゃん、最近ぷんぷんなんや。赤沖と仲良したら怒るねん。あー、ずっと怒っとんな、あれな。ラブラブちゃうかな。赤沖、優しいのに。やっぱりこれは前回も言った通り、サンゴちゃんどうこうというよりも、むしろルリちゃんを攻略するぐらいの気持ちでね、行く。それこそ双子同時攻略につながっていくんだろうな。サンゴちゃんは、まあ、ついでにあれだよ、熊吉も攻略しましょうよ。サンゴちゃんは広げてあった荷物をカバンに詰めると、ぬいぐるみたちを抱きかかえて教室を出ていった。実は隣の準備室に彼女たち、そう、このぬいぐるみたちはどうやらみんな女の子らしいのだ、の家があるらしい。準備室が家になってるんだ、ぬいぐるみの。ぬいぐるみはどう見てもサンゴちゃんの私物なのに、それ専用の家があるなんて。なんとなくこのコンピューター室自体、サンゴちゃんのために作られたんじゃないかという気がしないでもなかった。でもそれほどの腕前があるからね。坂の下まで一緒やろ、一緒に帰ろうな。結局さ、なんか話がチラッと出てお流れになっちゃったけど、おっちゃんにレポート送ったろう言ってた、そのおっちゃんって絶対トナミじゃなくて永瀬主任ですよね。間違いなく永瀬主任とつながってるんだと思うんだけどな。うん、で実際問題、これも以前話したけど、トゥーハートのアニメ2期でサンゴ姉妹がね、違う、ヒメユリ姉妹がチラッと出てくるんですよ。そこで出てくるのがやっぱ永瀬主任が学校で大学で教授をやってて、そこでそのなんかクルス川の話を、メイドロボの話を聞きに来ている学生みたいな感じでね、出てくるんですよ。うん、幸いにも下校時刻寸前、校舎内にはほとんど人はおらず、この間のような目撃者はいない。だけどサンゴちゃんとの帰省事実だけは、今日一日で雪崩のように積もっていた。サンゴちゃんは決して悪い子じゃない、それは分かってる。でも明日からのことを考えると気がめいって仕方がなかった。いっそのことリングアウト勝ちを狙ってみるのもいいかもしれない。人の噂も75日、こっちは全くその気にじゃないんだから、会わずにいれば多分自然消滅。だけど目の前のサンゴちゃんを見て、その考えを修正した。やっぱりなんか無理な気がする。エンカウントしたらきっといいワンゾロで生命力をごっそり持っていかれそうだ。そんな俺に追い打ちをかけるように、すっとサンゴちゃんの右手が差し出された。どうして欲しいかは実演済みだから分かっている。だけどやっぱりそれだけはためらわれた。バカみたいだけど、サンゴちゃんの手を見つめていると、あの時の感触がリフレインして、どうしようもなく体が熱くなるのが分かった。恥ずかしいよ、やっぱり。俺としてはそれだけ言うのが精一杯。いやとは言えなかったし、でもあの小さくて柔らかい手で俺の手を握りしめられたら、このポルノ野郎、考えることがいちいちむっつりすけめなんだよな、タカボーはな。本気でそっと押しそうな緊張の度合いだったのだ。つまらんな。サンゴちゃんはプーッと少し不機嫌な顔をしつつ、右手を引っ込めてくれた。でも一緒に帰るやろ。できればそれも避けたいんだけど、その時である。すかさず背中にツッコミが入って、俺は前のめりに倒れた。うわ、高木来ましたね。これはね、背中への遠慮のない蹴り。こんなことするやつはこの地球上に3人しかいない。3人がいる。なるほどな。そしてこのシチュエーションなら、このうち2人は冷やかす方に回るはずだ。なんとなくその3人って
あ、違うかな。ルリちゃん、カリンちゃん、ユマの3人のことを言ってるんじゃない？違う？タマネー？タマネーか？いや、タマネーは後ろから蹴りなんて卑怯なことはしないか。つまり蹴りを入れてくれたのはルリちゃん。いやー、でもそうね、カリンちゃん、ユマちゃんもやるね。後ろから蹴るね、あの子たちはね。帰ったんじゃないのか。ルリちゃんいつも泣いてんな、この子。ルリちゃんの CG も見せてくれ。全部サンゴちゃんの CG しかないから。この変態、またそれかよ。サンちゃんに近づくな、このポルノ野郎。ルリちゃんは俺を睨みつけながらサンゴちゃんの前に立って俺からガードする。知ってるぞ、お前だってロボットなんだろ本当は。もう、ルリちゃん、また高明いじめる。いじめかっこ悪いね。いじめちゃうもん、地球の平和守ってんねんもん。正義の味方が怪獣やっつけてもええのと同じやもん。やっぱりそういう認識だったのか俺って。その噛みつきそうな勢いのルリちゃんに睨まれるとすっかり負け犬モードだった俺は対抗する気もなくなってしまう。俺は安堵と罪悪感にの罪悪感ん俺は安堵と罪悪感をない混ぜにしたまま、俺は安堵とさ、まあいいや、はい、サンゴちゃんたちに言った。いいよ、二人の仲を邪魔したくないし、俺一人で帰るから。我ながら、なんてできすぎた言い訳。ダメダメな自分に自己嫌悪しつつ、結局その言い訳に飛びついてしまった。ごめんな、でもまた明日一緒に学校に行こうな。ビーだ、高明なんか二度と学校に来るな。いいな、この対照的な姉とムチやね。今もっとムチが欲しいなと思っちゃってるんだけど。両極端な反応を眺めつつ俺は二人を見送った。サンゴちゃんにも困ったけど、ルリちゃんにも困ったものだ。要するにサンゴちゃんとの関係にけじめをつけたければ同時に2つとも解決するんだろうけど、すでにその機会は失っている。やっぱりルリちゃんに毎日蹴られる定めなんだろうか。俺はため息をつきつつようやく自分の下駄箱に向き直った。うん？下駄箱の扉に手をかけた時、微妙な違和感を感じた。なんだろうこの違和感は。気になりつつ扉を開け、靴を取り出すと乱暴に床を置いた。下校時刻を過ぎれば当然のように正門は閉まる。あんまりのんびりと教えられないのだ。俺は急いで片足を靴に突っ込んだ。はうわ、いてぇ、いた、いた、いたたたた、足をつんざく痛み。俺は床を転がり回り、靴をなんとか足から引き剥がす。しかしそれでも痛みは収まらず、俺はなんとか痛みをこらえて手を足の裏にやった。これって足に何かが刺さってる。丸くて平べったくて、だけど針が突き出てる。これって画鋲。なんで画鋲なんか。一体どこで入ったんだ。掲示板の前で靴脱いだか俺。いや違うぞ、これってもしかして。そんな陰湿なことすんの。ルリちゃん、それは良くないよ。終わりかい。ルリちゃんなのかな。ルリちゃんだとしたらちょっとそれはルリちゃん株が下がりますね。ここは何でもいいけど科学の本読んどこうか。科学だもんね、姫ゆり姉妹は科学だから。なんだろうな、最後の画鋲はやっぱルリちゃんの嫌がらせなのかな。だとしたらなんか嫌だな。これはちょっとね、まだまだ姫ゆり姉妹との物語がどうなっていくのかわからないんですけども、今回はここでお時間でございます。にしてもサンゴちゃんがやっぱ思った以上にやべえやつ。ですね。なるほどな、ぬいぐるみ、 AI を搭載したぬいぐるみをたくさん作っているっていう、その技術力だよな。ハッカーなのかなとも思ってたけど、ハッカーともちょっと違う。やろうと思えばハッキングもできるんだろうけど、多分メインでやりたいことはそういう友達を作る的なことなのかな。そういえばメイドロボまだ出てこないな。ちょっとメイドロボもどう絡んでくるのか気になるぞ。はい、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。